どうも、Dチャンネルです。皆さん、野菜炒め好きですか？ YouTube でね、よく見る動画のジャンルで人気の料理屋さんの一日を密着するみたいなので、もうラーメン屋さんだとか洋食屋さんだとかを厨房の調理をずっと映したりとか配膳映してたりとかして、そういう一日の流れをねぼーっと眺めてるのは好きなんですけど、ちょっと気になった点があって、とある中華料理屋さんでそこでよく炒め物が出ると、まあニラレバ炒めだとかホイコーローだとかで野菜炒めとかもあったりして、で調理過程見てたら、まあ中華鍋に野菜とか肉入れてジャーって炒めて作るんですけど、その炒めた際に出てきた水分、それをねジャーって鍋傾けて捨てたんですよ。えって思って、それで野菜炒め定食でつって出したりとかしてて、で別のお店の動画見てたら、そこは汁を捨てることなくそのままね皿に盛り付けて出してたんですよ。でもそういった定食をね一般のお客さんが食べるシーンみたいなのはねちょくちょく見るんですけど、そのほとんどの人たちが野菜炒め定食のその野菜炒めの皿にたまったつゆ、それに全く手をつけずに帰っていくんですよ。ちょっとね皆さんにお聞きしたいんですけど、まさかと思いますけど、野菜炒めとかに出てきた汁、あれ一回も味わったことないですか？もし本当にそういう方がいらしたとしたら、あんまね自分こんなベタなことを使いたくないですけど、人生損してますよ。あれこそが野菜炒めの一番うまいところなんですよ。ちょっと今回はね実際に野菜炒めを作って、そのつゆのうまさっていうのをね力説したいなというふうに思います。もう本当にベタなね肉野菜炒めを作ろうと思うんで、材料はシンプルに、豚肉と野菜炒めミックスですね。まずフライパン火にかけまして、そこに油回して、ある程度油が熱されたら豚肉を投入します。熱されてなかった。でほぼ味付けのメインはこちらの、塩コショウで行います。でこちらの塩コショウはね旨味調味料も入ってたりするんで、あ、鰹節の粉末も入ってる。もうほぼほぼこれでね味が決まるってので、で肉に火が通るまでしっかりと炒めていきます。そんでほぼほぼ肉の色が変わったところで野菜炒めミックス投入。キャベツ、もやし、人参、あと玉ねぎも入ってますね。でここに再び塩コショウを振りまして、なんか誰かの料理人が言ってたんですけど、この肉野菜炒めでいったら最初に肉加えてその後に野菜加えるって感じでやったんですけど、その一つの段階ごとでその段階で食っても美味しいぐらいの味付け、それを施しながらやっていくと結構うまい具合にできていくみたいな、そういったの聞いたんですよね。だから今回も段階的に塩コショウは分けて入れてると。でキャベツがしなっとしてきたら風味付けの少量をちょろっと加えて、こちらをざっと絡めればもうこれで OK。 はい、というわけであっという間に出来上がりました。こちらが超絶シンプルな肉野菜炒めでございます。こんな感じでね、肉と野菜がいっぱいあるっていうのでね、で見てください、皿の底の方に、うわ出てる出てる、宝の山が出とるわ。ちなみにニンニク入れ忘れたんで、ここにニンニクチューブ入ってます。まずはこれを、ご飯と一緒に普通にいただきます。さあ、そういうわけで食べていきましょう。まあ見てる方は分かると思いますけど、料理配信の時と全く同じ構図ですね。いただきます。もうね何も考えずにバシバシと食べていきましょう。うまい。こういうね中華料理屋でこういう定食頼まれる時、ホイコーローだとか、まあ、味噌炒めだとか、まあ、エビチリだとか、そういう甘辛い系のやつがねやっぱ動画見てると人気高いイメージなんですけど、やっぱ自分はねこういうシンプルなもう具材の旨味と塩っ気で食うみたいなのが好きなんですよね。ではまずはこのまま普通に食べ進めてまいります。はい、というわけである程度食べ進めて、ここまで、食べ進めた感じです。すいません、一番見せたかったこの部分の音声ファイルだけなんか破損してしまって、ちょっと急遽別撮りでちょっと音声撮ってるんで声質が変わってるかもしれませんけど、ご了承ください。食べ進めていくうちに野菜からも水分出て、こんな感じでね汁がそこの方にたまるわけですよ。で多少こうやって具材を残した状態にして、そこにこちらのちょっと余らせたご飯をドボンと加えるわけですよ。それをねこんな感じで、混ぜ合わせることによって、もう野菜とか肉から出た旨味がその汁にね溜まってるわけなんで、その汁をねご飯が吸い込むわけですよ。
この混ぜ合わせたご飯、これがねもう野菜炒めの最高の締めなんですわ。では野菜炒めの最後の締めいただきます。いやほんとねマジでうまい。野菜とか肉から水分が抜け落ちるとともに同時にね栄養素とかもね流れ出るわけですよ。栄養素ってことはすなわち旨味でもあるわけなんで、炒めた肉野菜からのうまいエキスがねもう凝縮されてるわけですよね。だからほんとお鍋の雑炊いただいてるような感じなんですよ。こないだね弥生県行った時に肉野菜炒め定食頼んだんですよ。それこそそしたらね食っても食っても汁が全然出てこなくって平らげてもねほぼほぼ汁出てこなかったんですよね。ってことは多分調理の段階で冒頭で言ってた中華料理は同様に汁を切ってるんじゃないかなと思うんですよ。いやほんとねそれはもったいないことだと思うんですよね。こういうの食ってて思い出したんですけど、子供の頃もね母親が野菜炒めを作って家族でね食べたりするわけですよ。そういう時家族で食べるんで大皿に野菜炒めが盛られてそれをみんなが取り皿に取って食べるっていう形式なんですけど、そうすると大皿にも同様に汁が残るわけじゃないですか。そうなった時にじゃあちょっと母さんとか父さんとかにこれじゃあちょっといただいてもいいって許可取っていいよって言われたら、ほんとね横綱の優勝みたいにねこれをねガッパーって飲んでたんですよね。だってうまいんだもん。そこらの中華スープよりも味濃くてうまいんですよ。で今回はこの野菜炒めの汁でやりましたけど、同様にねレバニラ炒めだとかホイコーローなり炒め物をするとやっぱ片栗粉でねとろみをつけない限りは汁がねどんどん出てくると思うんですよ。その汁をねぜひとも捨てないで味わっていただきたい。本当に鍋の締めのようなね充実感味わえますから、ぜひとも皆さん試してみてください。